2022-23 ヨギボーWEリーグ第2節、エルペンのホーム開幕戦、アウェイの新潟を迎えての一戦。まずは前半3分、エルペン、こちら瀬野から18番三浦ヘディングで打っていきました。三浦桃のヘディング、瀬野からのこのクロス合わせていきました。続いて32分新潟です。園田瑞希、園田優奈、エース道上、いい連携を見せていきましたが得点とはならなかった新潟です。道上も振り向きざまに打っていきました。38分エルペンです。瀬野からここ混戦になったこぼれ球を吉田シュート、先制ゴールを見せています。瀬野からのボール、混戦こぼれ球、吉田理子右足決まりました。ガッツポーズです。続いてもエルペン、瀬戸口、唐橋、浮き球でサリナ、サリが頭で合わせました。エンド変わって後半です。エルフェンです。サリナ右サイド、瀬戸口が受けてシュートを打っていきます。サリナのいい粘りから最後フィニッシュまで行きました。サリナなんとかここ運んで瀬戸口小杖、左足枠は捉えられませんでした。71分新潟です。園田瑞希、園田優奈、道上打たせてはもらえませんでした。瀬野のナイスディフェンス、そのまま試合終了です。エルフェンと新潟の対戦、1対0でホームエルフェンが勝利しました。